正面から見た、時計台エントランス部北一条通りからの夜景構層ビルに囲まれた状況札幌市時計台は、北海道札幌市中央区北一条西二丁目にある歴史的建造物である。重要文化財。正式名称を旧札幌の学校演舞場と称する。現在の通称は札幌時計台、もしくは単に時計台と呼ばれ、 たくさんの観光人が訪れる名所になった。三角屋根の上に大時計を乗せた特徴的な外観の建築物であり、時計台としては日本最古である。計画者は札幌農学校の二代目教頭であったウィリアム・ホイーラーであり、北辺警備に備えた訓練を目的として、足立義行をはじめとする北海道開拓施工業局による設計、監督のもと建造された。 バルーンフレーム構造の木造を2階建てである。屋根は鉄板武器、高さは19.825メートル、延べ面積は約760平方メートルである。北海道大学の発祥の地であるため、同大学とは密接な関係にあり、1階の展示室では、北海道大学附属図書館に所蔵されている資料が多く展示されている。このか。 同大学のイベント会場としても使用されることが多く、現在でも時計大サロンなどの市民公開セミナーなどが開催されている。また、1階売店では北大関連グッズも販売されている。2階は貸しホールとしての機能も有しており、コンサートなどのイベントが頻繁に開催されている。かつては札幌市の図書館として使われていたこともある。2008年から 指定管理者制度を導入。北海道庁旧本庁舎と並び、札幌市中心部の有名観光スポットであり、札幌市のカントリーサインのデザインとしても使用される、札幌市の象徴的建物である。また道外では、札幌ラーメンの店の看板や北海道観光のポスターに多用されるなど、札幌のみならず、北海道の象徴とされる例も多いほか、 北海道日本ハムファイターズの応援歌の歌詞にも使われている。壁面は白く塗られているが、1995年から実施された保存修理時の調査で、創建当初は壁が灰色、柱や窓枠が茶色に塗られていたことが判明した。壁は緑色に塗られていた時期もあり、白の塗装となったのは1953年からである。 常実の保存修理に際して壁の色は創建時の灰色に戻すことはせず長年親しまれた白色としている。建設当初は大時計を設置せず首楼に工部省東京工場製の鐘が吊るされていた。綱を引いて鐘を鳴らす仕組みだったが、時報の正確性に欠くことや振動により実験に支障をきたすことから開拓長官であった。 黒田清隆のもと、1881年6月に、頭部分を新築し、ハワード製の時、打重推進士式四面時計が設置された。同年8月12日、正式に鐘を鳴らし始めた、この時計は、重りの力を利用した振り子式で、4日に一度は、運用バリと打掌用の2つの重りを吊るしたワイヤーを、ハンドルを使い人力で巻き上げねばならないが、 豊平川の小石を詰めた木箱の重りの重さは、それぞれ5 0ラムと1 5 0ラムにもなる上、機械に負担がかからないよう2時間ほどかけてゆっくりと巻き上げる必要があり、かなりの労力を要する。文字盤の直径は1 6 7ル、分身の長さは8 5トル、地震の長さは6 3トルで杉材を用いている。金は銅、鈴、亜の合金による。 制度性で高さ7 3トル底面直径7 1トル重さは約2 2 6ラム今でこそ大切に管理されているが、かつては時計台の価値が十分に理解されず故障しても放置されていた時代があった。1933年、時計台に近い狸工事で時計店を営んでいた井上清は、 長期間止まったままになっている時計のことが気になり、市に修理を申し出たが、予算不足を理由に断られた。そのため井上はボランティアで、保守整備を行うことを決意し、作業を始めた。1ヶ月の時間を要し、錆を取り、部品を丁寧に分解修理し、時計の機能を回復させた。井上はほぼ毎日時計台に通い、長年にわたり、 おもりの巻き上げを含む時計の保守管理を続けたが、1982年に息子の和ズが市の非常勤職員に採用され、真の仕事を引き継いだ。2009年からは和ズの指導を受けた札幌市とも会の専任職員が保守管理を行っている。なお、2014年度から MMS マンションマネージメントサービスが指定管理者となっている。現在は、 高層ビル群に囲まれている。時計台の向かいのビルの2階がテラスとなっており、時計台を正面より撮影できる。鐘の音も高層ビルに阻まれて、現在は時計台周辺でしか聞こえないが、市内の小学校などでは時刻によって録音された鐘の音を鳴らしている。周囲をビルに囲まれており、その景観などの理由から日本三大がっかり、スポットと称されることもあり。 過去に中島公園や延山公園への移転案が具体化されたことがあったが市民からは時計台は立ちはだかるビルの間にあってこそ生きた歴史である等の反対意見が多数を占め結局札幌市議会の可決により1966年に永久保存が決定された時計台を擬人化したデザインの非公式キャラクターとして札幌市の土産品企業 小6による2004年制定の特計と2005年に時計台と札幌テレビ等の共通入場券発売を機に制定された時計大臣があり、後者は札幌テレビ等の非公式キャラクター、テレビ父さんと同じく工房アルティスタが制作している。STB ラジオでは平日の6時、7時、8時と16時に小時の時報音に変わって、 札幌度境内の鐘の音を生で放送している。スポンサーがつく場合は、ライブ音声に入る前に CM を流し、59分50秒から、字の札幌度境内の鐘、がお送りします。の後に、正字の鐘の音。終了後、字の札幌度境内の鐘、がお送りしました。の後に、番組に戻る。ノンスポンサーの場合は、番組を閉めた後に、 ライブ音声を開始、59分50秒から直接生じの鐘の音。終了後、札幌度境内の鐘が字をお知らせしました。の後に番組に戻る。生で放送しているが、6時と7時は北海道ライブ朝耳の女性パーソナリティが生で担当。8時は番組切り替えであるため音声のみ。 事前収録となっているが、正時またぎであった時代は変わらずせいで担当していた。16時は番組切り替えではあるが、吉川則夫スーパーライブの吉川則夫がそのまま生で担当している。1963年に制定された札幌市民憲章には全文にあたる全章で、私たちは時計台の鐘がなる札幌の市民ですと歌われている。市民検の成分化にあたり、 市民の願いを土台に分かりやすく拡張高く町の個性を生かしたものという条件のもと、当時の市教育委員長であるじや親指が提案して盛り込まれた。ありがとうございます。